ケモカインレセプター CXCR3 は G タンパク質強薬受容体である CXC ケモカインレセプターファミリーの一つである。他に G タンパク質強薬受容体 Q や CD183 と呼ばれることもある。CXCR3 には二つの変異体が知られている。その一つである CXCR3A が CXC ケモカインである。 CXCL9, CXCL10, CXCL11 に結合するが、CXCR3B はそれらに加えてさらに、CXCL4 と結合することができる。CXCR3 は、主として活性化 T 細胞や NK 細胞、さらに上皮細胞や内皮細胞の一部にも、発現している。CXCR3 と CC ケモカインレセプターの一つ、 CCR5 は特にスイッチ細胞に発現している一方、スニ細胞は CCR3,CCR4 をより発現している。CXCR3 のリガンドはスイッチ細胞の輸送を招き、付随的に CCR3 のリガンドに対して反応するスニ、細胞の輸送を阻害する。このようにして CXCR3 は T 細胞の動員に偏りを生じさせる。 CXCR3 に CXCL9、CXCL10、CXCL11 が結合すると、細胞内の c a イオンの増加と、π3 キナーゼとマップキナーゼの活性化を有機する。シグナル経路の詳細は、はっきりしていないが、他のケモカインレセプターにより引き起こされる、シグナルカスケードで認められるような酵素と同一のものが関係している可能性がある。 CXCR3 は T 細胞の移動を制御することができる。この受容体に対するリガンドの結合は、様々な細胞の反応を引き起こし、特に重要なものとして、インペグリンの活性化、細胞骨格の変化、相加性の輸送が挙げられる。CXCR3 リガンド結合は、スイッチ細胞を誘引し、スイッチ細胞の成熟を促進する。 ケモカイン誘発性細胞脱換差のため、典型的には、細胞の反応は迅速に起き、さらに持続時間は短い。細胞内の受容体が脱リン酸化されると、受容体は細胞表面に再び現れ、細胞の反応は復活する。CXCR3 の顕著な特徴は、インビトロにおけるエフェクター及びメモリー T 細胞の培養細胞と、 様々なタイプの炎症組織に存在している T 細胞とが卓越した発現を示していることにある。加えて CXCL9, CXCL10、CXCL11 は炎症層の局所に存在する細胞が普遍的に賛成しており、このことから CXCR3 とそのリガンドであるケモカインは炎症性細胞の動員に関係していることが示唆される。さらには、 CXCR3 は、総症治癒にも関係している。CXCR3 は上場動脈硬化症、多発性硬化症、肺炎異症、一型糖尿病、自己免疫性重症すじ無力症、特定の人炎、急性腫移植拒絶反応に関係し、セリアック病にも関連している、可能性がある。CXCR3 リガンド結合を、 阻害するような作用を持つ物質の開発が蒸気のような疾患の新規治療法を提供できるかもしれない。最近の研究により CXCR3 の競合的阻害物質となる小分子の意義が示されている。いくつかの小分子物質は CXCR3 のリガンドと機能的に競合することがわかり、このような分子は関節リウマチ炎症成長疾患、 多発性硬化症、糖尿病などの新規治療薬となる可能性がある。直近では CXCR3 のアンタゴニストに関する最初の QSA 研究が文献として発表された。インシラコモデルは既存のまたは仮想の低分子ライブラリーのスクリーニングにおいても目的活性を有する新規分子のデザインにおいても時間的、費用的に効率的なツールとなっている。 ありがとうございます。